現代の棋士も江戸期最強の一人として双方を挙げる方が多いですしあの藤井聡太さんも双方の寄付を参考に将棋を学んでいた時期もあるそうです羽生さんも江戸期の将棋指しなら天野双方と戦いたい旨の発言をされているそうですはい皆さんこんばんはデザインスタジオ K です 今回の動画はですね、除雪、教養としての将棋というふうに題しまして、江戸時代の将棋差し、天野双方を主人公にした歴史小説、双方の格行という作品をですね、読み解いていきたいというふうに思っております。これ作者はですね、八谷車さんという、まあ面白いペンネームの方なんですけれども、でこの八谷さんがですね、ノートで、まあこうも記しています。将棋をモチーフに、天才に退治される凡人、天才とは何か、 天才を人にしてはいい、いけななみたこととを考考ええながらたた本ででしいいうに述べてるんすね。この「天才を一人にしてはいけない」というのは佐藤天彦九段がですね将棋世界で、まあ、次のようなことをですね、まあ、述べていたことがやっぱり思い起こされるわけなんですね、まあ、改めて引用させていただくと「藤井竜王のようにすさまじく高い能力を持った人というのは最終的に孤独になる運命は避けられない」。 と言って私たち第三者がもう君のことは理解できないから勝手にそのあたりにいてよみたいに突き放すのは卑怯家としての義務を放棄しています。こちらも一生懸命理解しようと近づいていく努力をしなければならない。もちろん僕自身は一人の芸術家であるつもりで、藤竜王に技術では及ばないまでも自分にだっていいところがあると信じています。ただ彼も人間なのでどんどん孤独に追いやられると本来だったら表されていたかもしれない芸術を表せられなくなるかもしれない。 同時代の僕たちの無理解によって、彼が能力を発揮しきれない事態に陥ったらまずい。我々後世に対する責任もあるんです。というふうに述べているんですね。 で、なぜこの本をですね、取り上げようというふうに思ったかというと、この本がですね、第35回の将棋ペンクラブ大賞の、えー、最終候補作品、文芸部門に選出されたというのを見てですね、まあ私、たまたま手に取ったと、まあいうことなんですよね。ですからまあ、天彦九段からこうインスパイアをされてこの本を読んだというよりは、まあ、たまたまそのペンクラブ大賞の大賞作だったと。で、読んでみたらですね、やっぱりその天才についてどういうことなのかということが書かれていて、これは面白いと。 尼彦国団の,その、えー、コメントにもです、ね、続くところがあったので、えー、これは紹介させていただこうという流れになるんですね。知りたたたいい学びを満たす教養講座資格取得のクベルラレッジアカデミー、はい、でこの双方の閣業なんですけれども、まあ、取り上げようというふうに思ったのはです、ね、まあ、先ほどの理由なわけなんですけれども、この本の想定にです、ね、次のようなことが書かれています。 史上最強伝説の騎士、ライバルなき孤独な天才を描く新たな将棋小説と、まあいうふうに書かれているんですね。 ここでやっぱり思い起こされるのは、まあ、江戸時代の騎士、天野宗方を取り上げているんですけれども、やっぱりその孤独な天才ということでいくと、やっぱりどうしても藤井聡太名人竜王というのがですね、まあ、想起されるわけなんです。ですから、この作者の八つさんはですね、宗方を伝統に置きながら、同時にその現代の天才である藤井聡太名人竜王のことをですね、やっぱり想起しながら書かれていたんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。 今回の動画なんですけれども、まあ、次のように進めていきたいというふうに思っております。一つは将棋の歴史。二つ目は天才とは。三番目はまあ将棋とはと。 まういうところになるんですけれども、その将棋の歴史についてですね、えー、語る前にですね、えー、この作者のその、やずやくるまさんについて簡単に触れた上で、その天野倉庫とはどういう将棋指しだったのかとういうことに触れた上で、その背景知識としてですね、世襲生命人から自力生命人へっていうふうにまあ移っていったっていうことがですね、あって、これを背景知識として見ていきます。 具体的に言うと、その将棋三家、大橋宗家、大橋本家ですね、と大橋文家、そして伊藤家という将棋三家があって、今でも駒組の時に大橋流とか伊藤流とかいうところで、まあ我々馴染みはあるんですけれども、この三家についてですね、まあ話をしていきます。それから天才とはというところでいきますと、この天野宗子と藤井宗太名人流を対比させながらですね、読み解いていきたいというふうに思っております。 それから、将棋とはというところでいくと、この作中の登場人物の観察からですね、まあ、甘野宗吾という人が描かれていく。つまり、一人称で天野双吾がですね、自分がこういうことをやったという小説ではなくって、えー、周りの人が伝聞として天野双吾はこうでしたと、まあ、いう仕組みになってるんですね、この小説。 で、この天野総保と現代騎士、具体的に言うと、えー、羽生義晴さん、それから、えー、佐藤真彦さんを取り上げながらですね、対比させながら、その読み解いていきたいと、まあいうふうに思っております。で、この八津屋車さんなんですが、1986年東京都生まれということで、まあ比較的若いその、作家の先生ですね。で、江戸時代のですね、電気物が得意と、まあいうような作家のようです。 で、この天野宗保という江戸時代末期のですね、将棋差しについてなんですが、この人は1816年から1859年に亡子だと、まあいうふうに言われていて、まあ、幼くして第11代、えー、大橋宗家の門下となり、 抜群の差異を発し、自力十三段とも奇跡とも称えられるほどのまあ実力を示したとまあいうふうに言われております。この人最終的には七段だったんですけれども、まあ奇跡というふうにですね、後に言われた人なんですよね。で、この人はですね、近代将棋の父というふうにまあ言われているわけなんです。一方でこの人はですね、飲む打つ買うと。 こういう、いわゆる、えー、酒女博打と、まあ、いうことをやっていたり、あるいは、まあ、掛け将棋をしてですね、数千両、今の金額でいくと億を超える大金を手にしていたと、まあ、いうようなですね、いわゆるその素行があまり良くない人だったと、こういうようなですね、伝聞があるわけなんです。 というわけで、えー、まあ、現代将棋に影響を与えると、まあ、現代将棋の礎を作ったと、ま、いうような存在の江戸時代末期の将棋差しだったんですけれども、44歳という差し盛りでこの世を去ったと、まあ、いうことになっているんですよね。まあ、それで先ほどあの、世襲制の名人から実力制の名人へという中で、その将棋三家、大橋本家、大橋宗家と、大橋文家、伊藤家と、将棋三家がですね、江戸時代にあったと、まあ、いうことを述べたんですけれども、 えと大橋宗家はですね、初代の宗家が1555年、それから、えー、と12代の宗近が1910年に没しておりますので、計算するとですね、355年、まあ、400年弱のですね、まあ、歴史を誇る家だったわけで,で、大橋文家はですね、初代の宗家が1634年。 で、9代の僧侶が1881年帽子ておりますので、247年、つまり250年弱のですね、歴史を誇る家だったわけです。 伊藤家に関して言うと初代総官が1618年8代の総院が1893年に墓しておりますので、まあ、275年300年弱のですね、まあ、歴史を誇ると、まあ、9代の院がという人は、まあ、そうしたと、まあ、いうところでいくと、まあ、大体300年ぐらいのですね、歴史を誇ってきたというその歴史が江戸時代からまあ,あるわけなんで,でいわゆるその永世名人というふうにですね、現代の我々でもその馴染みがあることでいくとですね 一世の名人というのは、大橋宗家というですね、大橋宗家の初代の人が就任した、就位したのが始まりなんです。これが1612年、慶長17年。ですから、現在が2 0 0年ですから、およそまあ400年超のですね、歴史がある。つまり、名人位というのは400年の歴史を超える将棋界で、まあ最も歴史があるというのは、ここにですね、由来しているということになってくるんですね。 でこの将棋家の特徴なんですけれどもその将棋三家はですね着手いわゆる自分の子供にですね将棋の才が恵まれない場合には養子を迎えると。 いう方法をとっていたんです。それは、その、将棋家としての面目を保つためであり、それは存在理由を担保するためであり、まあ、将棋家を存続するためにですね、その、養子を迎えるっていう手法をですね、まあ、とっていたんですね。で、その、将棋が強くなければ、将棋差しではないというですね、動く動く自然な価値観というのは、実は、江戸時代から変わっていないんじゃないか、というのが、この作品がですね、まあ、提示している、訴えかけていると、まあ、いうようなことなんですね。 この天野倉庫というのはですね、まあ7段ということでしたので、まあつまりですね、明治院は周囲していないんです。なぜかといえば、素行が悪かったからなんですね。掛け将棋をしていたと。借金もあった。あるいはですね、後ほど述べるんですが、まあほぼアブ中のようなですね、まあ状況だったんですね。 ところがこの作中にも出てくるんですけれども天野双方はですね矢に下った時にもですね師政からですねその先生と呼ばれるシーンがあるわけなんですつまり将棋の熟達者というのは江戸時代においても師政から権威がなかったとしてもその先生と呼ばれるような存在であったという点をですねこの作品はですね、まあ、示そうというふうなところがですねまあ見え隠れしているわけなんです で、その孤独な天才ということに鑑みると、まあ、天野双法はですね、江戸の天才騎士だったわけです。えー、棋聖ですね。で、現代の天才棋士ということでいけば、藤井聡太名人流うなわけです。で、この対比というのがですね、まあ、この作品を通じて浮かび上がってくると、まあ、いうふうに思えるんですよね。で、天野双方が、まあ、後にその棋聖というふうに呼えー、先日棋聖戦があって、 でえー、藤井聡太棋聖と、まあ、佐々木七段の、まあ、第2局があってですね佐々木七段が、まあ、勝利を収めて、まあ、この将棋自体は非常にあの面白かったというふうに、まあ、思っておりまして、まあ、後々あの触れられることができればなというふうに思っているわけなんですがその天野の双方がその棋聖と、まあ、要するに聖ですよね聖人というふうに見なされていたというところでいくと想起されるのは。 その関高和とか渋川春海なわけです。関高和というのは、えー、和山の天才ですね。で、この人は算数の算、三世というふうに言われたわけです。で、えー、渋川春海、安井三哲ですね。は、天文歴の学者で、なおかつ、囲碁騎士だったわけです。で、この人は、和歴を作って、上京歴と、こういうですね、日本で初めてのその、和歴を作ったと、ああいうところの天才なわけです。 えー、これはですね、うぶかたとうという作家のですね、天使名刹で描かれているので、まあご存知の方も、まあ多いのかもしれません。天才ということでいくとですね、その天野双方も5歳にしてその将棋の才を示していた。まあつまりーー、藤井聡太名人竜王と同じようにですね、その天才というのは早熟なんだと、まあいうことをですね、この作品は描いているんですね。で、それは古今東西変わらないものなんだろうと、まあいうふうに、えー、この作品は示しています。 アマノ・ソと藤井聡太さんを比較したときにですね、藤井聡太さんという騎手はですね、その人間の直感から来る指し手を問い直そうと、つまり AI を参照しながら、AI を自分のものに取り入れながら、なおかつその実際の局面、実際のその対局の中でですね、人間の局面から来る指し手を問い直すような手を出す、指す。 ことによってとんでででもないい天才であるというのをですねほぼ皆さんが全員が分かっていると、まあ、いうような状態なわけです一方で、えー、天野宗婦も天才だったわけですでこの人はどういうところが天才だったかというと時代性を帯びているんですね非常にラディカルな天才だったのでその江戸の将棋とか江戸時代に確立されていった定石であるとかあるいは家柄であるとか定裁であるとか、えー、いわばですねその階級、えー、つまりクラスですね そういったものであるとか、権威、オーソリティとこういったものをですね、問い直すという姿勢が、その天才同士にですね、まあ、対比としてまあ描かれていると、まあ、いうふうに思えるんですよね。つまりですね、この2人の天才の共通性というのは、キリに悟いということです。キリというのは、将棋の木に理、理解の理,理科の理なわけですけれども、将棋の断りに通じている天才だと。 という共通点をですね、この作品は示しています。それと同時にですね、天の双方からその想起されるというのは、その家柄とか階級とか権威とか、いったものから帰りをして、ヒリヒリとするその勝ち負けに準じていく勝負師という描かれ方もしているわけなんです。 勝負師というところで行くとですね、小池十名さんという、まあいわゆる真剣士ですよね、がやっぱり思い起こされるわけなんですよね。で、その小池十名さんという人が、その、まあ突如現れたというふうに、現代から見るとですね、まあ思えてしまうんですけれども、実はそうではなくて、江戸時代からこう連綿としてですね、まあ続いてきてるわけなんですよね。その、ええけ将棋をするという人たちが、まあ存在していた。あるいはその断絶があって、で、あるいはその進化があって、変化があってと。 というところもですね、この作品は描いています。で、つまりですね、その天野倉庫という、その主人公と、まあ、藤井聡太さんという現代の天才のですね、その将棋の綾をこう見極めていくような、その将棋の鬼といったようなですね、共通点もですね、この作品からですね、まあ、わかってくると、まあ、いうことなんですよね。 で、さらに言うとですね、この作品で作者が描きたいというふうに考えていたのは、その将棋の持つ庶民性というようなところですね。まあ将棋というのは昭和においてはですね、そのいわゆる縁側将棋というふうな文化もあったわけなんですね。つまり、その縁側に将棋台を置いて、おじいさんからまあ子供、孫がですね、将棋を学ぶと、まあ言ったようなこと、あるいは街中にその将棋の番があって、まあみんなが指すというようなですね、まあこともあったわけなんですね。 でそういった庶民性を帯びているということと同時に、天野双方を通じて描かれていることは、将棋そのものが帯びているそのラディカルさですね、勝ち負けにその棋士なり、将棋差しが徹していくというですね、その将棋のその本来持っている性質みたいなものもですね、まあこの作品で描いていこうというふうに、まあ作者は考えていたというところがですね、まあ見えてくるわけなんですね。 で、この天の双方がですね、生きた時代というのは、江戸末期のわけですね。1859年にこの人は、まあ、亡しているわけなんですけれども、そこで思い起こされるのは、明治維新ということになるわけなんですよね。1853、簡単に振り返れば、1853年に、まあ、ペリーが、裏側に来航して、で、54年にその日米和親条約が締結され、え、翌55年には日露和親条約が締結されたと。で、58年には、その日米修行条約が調印されるとと,ともに、その安政の大国が、まあ、あったわけなんです。 ね、1860年には桜田門外の変でいい名を付けが暗殺され62年には生麦事件64年にはその自身選組による池田事件ということがあったわけなんですよね。 で、66年にはその薩長同盟が結ばれて、67年には大政奉還、それから王政復古の大号令と、まあ、いうことになされていたわけです。で、68年には、鳥羽伏見の戦いを機に母辰戦争が始まった、五箇条の五世門、江戸を東京と解消し、年号を、ということで、まあ、つまりですね、激動の時代の中、価値観が揺らぎながら、その、社会的なですね、変動がある時代に、その天野倉庫という人はですね、まあ、生きていたという時代背景があるわけなんです。 それで、まあ、将棋とは、と、まあ、いうところに入っていくんですけれども、まあ、ここではですね、その登場人物と現代騎士と、まあ、いうものをですね、参照しながら、まあ、大させながら、まあ、進めていきたいというふうに思っているんですが、その、将棋というものは、まあ、そもそもですね、その、芸事であるとか、武芸であるとか、大衆芸能であるとか、儀芸であるという要素があるわけなんです。例えば、芸事っていうことでいけば、三味線とか舞ということになりますね。で、武芸ということでいけば、剣術とか、柔術ということになります。 大衆芸能と相撲これ相撲はですね神の事柄神事として五穀豊穣を祈る献上されるものとこういうですね祭り的なまあ要素も秘めた大衆芸能として、まあ、相撲というものは存在したりしているわけです。でつまり江戸時代からですねその茶道とか華道とか書道とか行道とかあるいは武道剣道柔道弓道合気道と。 いったものがですね、まあ発展してきたわけなんですよね。で、つまりその、江戸という時代にまあ発展をしたですね、まあ将棋というものが、その、いわゆる日本のその文化を、まあ担うものの要素を、まあ秘めているんじゃないかということをですね、この作品は、まあ強くですね、まあ訴えるような時代設定、あるいはですね、人物設定と、まあいうことがあるんですね。で、この小説はですね、先ほど述べた通り、ね、年文形式で、え、そう自身が語るというよりも、周囲の人、 対局者であるとか、家族であるとか、知り合いであるとか、という人がですね、双方はこういう人でしたという伝聞になってくるわけなんです。で、それが21一をですね、設けられているんですけれども、その中からですね、まあ、6、7人をビッグアップしていきたいというふうに思っております。 で、第一の視点はですね、石本健魚という将棋指しです。この人は目が不自由で、まあ、いわゆる盲目のその将棋指し、えー、まあ、表現としてはですね、えっ、ー、と、まあ、英語で表現するのは with disabilities と、まあ、つまりその障害を持った人だったんですね、将棋指しだったんですね。 で、そのディスアビリティーズを、まあ、あの持っている熟達者と、儀芸の熟達者ということで、まあ、我々あの、私が想起するのはですね、辻井之さんですね、えー、盲目のピアニストと。辻井さんはその絶対音感を持っているわけなんです。一回も音楽を聴くと、それがもう再現できてしまうと。音符がなくても再現できてしまうわけ ですね、で再現する際にはそのピアノの鍵盤を弾くわけですから腕や手や指あるいは体全体を使ってその演奏をするその演奏能力そのものもですね、まあ、卓越して突出したものがあると、まあ、いう風なところがあるわけなんですよね一方で将棋はどうなのかといった際にそのいわゆる絶対機関 つまり将棋の木に感じる絶対期間というものがですねまああるんじゃないかこれは江戸も現代も変わらないであろうというのがですねこの作品の中でまあ述べようとしているようなことだというふうに捉えられるわけなんですで具体的に言うと例えば藤井名人竜王がですねその幼児将棋教室の中で目隠し将棋で詰将棋を解くというシーンはですねテレビの中でもよく流されたりするわけなんです つまりその実際に盤を見ながらではなくて目隠しとした状態で符号でその脳内でその計算の処理をしていくとこういうシーンはですね我々よく見たりしているわけなんですで私はですね思い起こすのは確かその NHK の,の新春将棋だったと思うんですけれども中川八段と木村九段がですね目隠し将棋をしていました 年年齢齢的にはででですすすね、ね。50近辺ですから、い、まあ、いていくシニアのななわけなんです、ね、ところがトップ棋士というのはその年齢になっても目隠しをした状態で絶対期間を持ちながら立ち続けることができるというところにですねまあ驚きがあるという中でのですね石本憲剛というその盲目の棋士の取り上げということになってくるわけなんですよね。 で、これはあの、いわゆる脳内版ということになってくるわけなんです。この小説の中では腹の中に将棋盤があるという表現のされ方をするんですが、例えば谷川名人、谷川17世名人はですね、その白黒の一番が頭の中にあって、で、そのコマを動かしたりするとういうことを述べていたんですけれども、そのトップ騎士とかプロの騎士の多くがですね、ギ芸を磨く中でその持つものがですね、いわゆる脳内版。 こういうことなんだと思うんです。これが、つまり、絶対期間だと。ういうことなんだと思うんですね。で、ここで、第二の視点として、大橋流説を取り上げたいというふうに思います。この大橋流説はですね、こういうふうに述べているんですね。おめえ腹の中に将棋盤があるだろう。腹の中に将棋盤を作っちまったやつは、何儀だかな二六時中。これあの、江戸時代は四六時中じゃなかったのかもしれません。いついかなる時でも駒が動く。 おめえの腹の中にあるその将棋盤は限られた人間にしか持てねえもんだ。養弁していても、飯を食っていても、眠っていても勝手に動く。これがある人間は強い。だが一方で辛いぜ。二六時中、勝手に頭が回り続けるんだもんな。だが酒を飲んだり、女を抱いた時だけはその将棋盤が止まる。で、この大橋隆雪という人はですね、双父が近代将棋の父と、 いうふうに言われるのに対して、この大橋隆説はですね、近代将棋の祖というふうに言われている、この人も天才なんです。で、私この人の名前を知ったのは佐藤天彦九段のツイッタースペース配信だったんですね。で、天彦さんはこういうふうに述べていました。芸術家的な寄付を残した将棋指しであったと。で、この人はそのアクロバティックなその駒の動きであったり、そのダイナミックな飛車の動きに特徴があったというふうに天彦先生はまあ述べていたんですね。 で、天彦九段はですね、僕と大橋隆節とで、時間と歴史を超えて通定するところがあるかもしれないというふうに感じるというふうにツイッターで述べて、ツイッターのスペース配信に述べていたんですね。つまり、江戸時代から続く将棋の連続性と同時に一方では、その現代の AI を通じて研究される将棋の一回性とをいったようなものがですね、この作品、あるいは、 えー、接続した、その天彦九段のコメントからですね、まあ浮かび上がってくるということになるんですよね。はい。それで、第三の視点として描かれているのは、伊藤家の八代、伊藤総員なんですね。で伊藤総員というのは、その十一代の、まあ、名人ですで。この人はですね、うん、強い弱いに関係なく、将棋差しは孤独なもの、己の最強を信じ、腕を磨く、その童貞は薄暗く、寒いものですと。 で、このコメントからですね思い起こされるのは羽生さんがですね、まあ、取材を受けた際のことなんですけれどもなぜその弟子を取らないのかという取材があったんですねインタビューだからこういうふうに問われたわけなんです基本的に弟子を取らないということですがご自身が培ってきたものを伝えたいという気持ちはないんでしょうかとこれに対して羽生九段はですね将棋の世界はこう教えたから育つというものではない気がします基本的に自分の力で強くなっていくものです また、私がつっちゃかってきたものを伝えることが本当にその人にとってプラスになるのか。その時は自分ではすごくいいものだと思うかもしれませんが、本質的に伝えられる人にとってプラスかどうかはまた別の話だと思うのです。という形でですね、そのシンクロしているんですよね。 まあ、つまり、そのハブさんはですね、もう、弟子は取らないけれども、その今回ですね、将棋連盟について、藤井さんとのそのスーパースター同士でですね、将棋界を牽引していくというふうになっていて、まあ、これがあの始まっているわけです。その理由といったようなものがですね、天マノ双方を通じてですね、浮かび上がってくると、まあ、いうところも言えるんだと思うんですよね。 そして第四の視点として描かれているのは大橋宗民です。 この人は8代目の大橋文家というところで1818 18年から1861年に帽子だと言、まあ、う人ということなんですけれども実はですねこの人は、えー、っと大橋隆節の後に8代目大橋文家を継いだ人なんです大橋隆節がですね病を得て敗、まあ、着いわゆる着手としてですね立場を、まあ、なくなったと亡くしたという後にこの大橋宗民が大橋文家をですねまあ、 いいいでいくというとうころになったんですけれどもこの大橋宗民と双方の戦いというのは、渡血の一戦というところで、まあ、天才同士の戦いということで,ですね、まあ、有名だったりするんですね。で、この大橋宗民はですね、将棋家の教授あるいは血筋と実力で、 大橋宗英の定石の問い直しをしたのが天野宗保であるというようなですね、資座をですね、まあ、提出しているんですね、つまり、天野宗保は定石からの逸脱者であると、逸脱をしているという形で、その大橋宗民が宗保、つまり他の棋士の評価、評定をきちんと成していくという描かれ方がしています。これは、現代で言えば谷川さんであるとか、阿部さんであるとか、天彦さんであるとか、ああい辺さんをですね、まあ、想起させるものがあるんですよね。 で作中ではですね、この大橋葬儀、こんな風に、私は大橋文家の生まれです。実の子ではなく、優れた弟子に家督を譲るのが、儀芸を持って、徳川将軍家に仕える将棋家の教授です。羊を守るためだけに、実力の乏しい将棋しを跡継ぎに立て続けた御本家やりはマシというものですと。 序盤はひたすら守りを固め、容易に崩される実験を作ってから攻めるのが、当世の将棋どころがゼトシー。かつての名人、大橋宗英が形作った定石です。しかし、天野宗方の差し回しは、そこから大きく逸脱している。というふうにですね、まあ述べているんですね。 でこの大橋宗民の父親ですね父からですね宗民、まあ、が感じていたのはその前時代の九州といったようなものなんですよねで父の代のその宗与という人はですね宗保のような逸脱者を名人にしてはならないとこういうふうに述べてその将棋家としての威信を保とうというふうにしたんですねこれに対して宗民は将棋というのはその真剣勝負で切り合いだと そういうふうにですね、特に病を得て、その宋民が病を得て、その宋庫との戦いを通じて、えー、そういう価値観をですね、より濃くしていくんですよね。これは現代でいうところのその騎士人生をかけた戦い。えー、先日ですね、村田六段が藤井聡太明治にまあ挑む戦いがありましたが、まあそこでも騎士人生をかける戦いだったと、まあいうふうに言ってるわけなんですね。 で、この時代のその将棋というのは、さながらですね、その俳優の松田優作さんがその巻きんで体の痛みに耐えながらですね、治療よりもその映画作品を優先させるというですね、ブラックレインの中で、えー、命を懸けてその作品に、まあ、自分を投じていくというようなことがですね、この、えー、作品の中でもですね、まあ、描かれているんですね。 強い相手をその倒したいというそのプリミティブな原初的な欲求、欲望というのは将棋差し、将棋下非常に強いもので、その双方と決の一戦。 えー、負けた双方はですね、その、吐血したっていうふうに言われているんですが、この作品のやつさんはですね、逆の見方をしているんですね。双方ではなくて、双民が実は吐血していたんだと。吐血をするほどのその勝負に対する、えー、入れ込みだったんだという描き方をしているんです。で、なおかつですね、その双民のね、本音も引き出していくわけなんですね。 お城将棋と呼ばれる現代で言えば、その永久順位戦のようなですね、将軍の前で将棋を示す、老中の前で将棋を献上すると、こういったその江戸時代に確立されていった将棋の品位。 といういものに対する疑問であるとか、あるいは双方が手掛けていたその賭け将棋ですね双方は賭け将棋をしながらもそのゲレン味つまり将棋が乱れていくことはなかったというふうに言われているわけなんですがとはいえ任意からすればですね賭け将棋をしているものはというですねまあ批判があったわけなんでその是非に対する疑問というものをですね宋民は実は感じていたわけなんです それで、第五の視点としてですね、まあ、五歳のふという人にですね、こういうふうに語らせています。諸婚でですね、お竜という人とですね、結婚していたんですけれども、病で、えー、亡くしてしまって、まあ、五歳の人とですね、結婚したんですが、将棋盤の上で起こることは全て断り、利で割ることができる。無限の時さえ与えられれば、いつかは答えに至ることができるんだ。その点単純だ。というふうにですね、述べていたんですね。 これに対して、フサは、私も芸に身を置いておりますがゆえ、ほんの少しだけ芸の骨頂に触れてはおります。三味線こと舞、その核心にあるものはいつだって理、断りに貫かれています。名乗しがたいことですが、まだ人間の感知しておらぬ決まりに基づいて芸事は動いていて、芸道の人間は深く潜り込んで身を委ねることでそれと一体になります。芸をやらない人間からすれば複雑なことを言っているようにも見えるかもしれませんが、その行いは単純です。 私が三味線や琴を弾いたり舞を披露する際には芸に身を委ねるだけそして芸に身を委ねるためにはただ修練が必要なのですというふうに語っているんですねつまり将棋と芸事の,の共通性をまあ房に語らせているわけその三味線とか琴とか舞とかが理で動いているということと同時に将棋もその理で動いているわけなんですよねと同時にその前に述べたんですけれども かずとか渋川春海なんかもねその算数ですね数学も理で動いているということなんですよね。でその江戸の将棋差しというのは将棋三景大橋宗家大橋文景伊藤家とこういう人たちはですね6が与えられていたわけなんですね。 その一方で将棋差しというのはですねお金を得る手段生計を立てる手段というのはこの3つに限られていたと1つは武言者への教授ですね武言者というのはお金持ちのことですで2つ目がその弟子の即集ですねこれは入門料とかまあ挨拶料ですねで3番がその座教だとういうことなんですねつまり多くの将棋差しは座敷にお呼ばれして芸を見せる芸能と変わらないとういうことをですねこの夫妻に語らせているんですね でその断りということでいくと、その先日、えっ、ー、と、佐藤真木国団のそのツイッターのスペース配信で、トップ騎士がですね、文系的とか、まあ理系的、つまり文系的であるというのが、その渡辺さんでありご自身であり、で、理系的となると藤井さんとか広瀬さん、で、えー、豊島さんは文系的であり理系的でありと。 その現代のですねトップ棋士というのはその文系理系分理を問わずですねきりというその論理ですね理断りを突き詰めその勝負の矢をですね見極めていくその将棋の鬼たちなんだろうというふうに思うんですね、まあ、なぜかというとその慣習などほとんど指すことなくまあ唐いてしか指さないからとういうことになってくるわけなんですねただしその双方はですね名人をですね取れなかったわけなんですけれどもこういうふうに言ってるんですね名人になりゃ万事解決だと 名人ってのはこれまで将棋どころを取り仕切る将棋三家の上手が持ち回っていた称号みたいなもんで今は空位だが将棋三家の衰えも明らかな統制五条将棋でも勝ち続けているわしは名人になれる名人になれば大名家への将棋教授の道も開けて儲かるあの人はそう言いましたつまるところあの人は実力で将棋の位をもぎ取ってやろうと考えていたようでしたと えつまりですね世襲制の名人制からその実力制の名人制へ、まあ、移行するその帯同期社会的なその価値観も変動していた時期だったので実はその双方は名人は取ることができなかったと、まあ、いうことなんですよねでその芸事の頂きに立つもの例えば前の家元になるには実力も必要ですでも何より家がものを言うのです家という大前提がそれに合わせて後継ぎに実力をつけさせるものです 私はそう言いました。でもあの人は唾を飛ばして反論しました。将棋に王義はない。その将棋を司る将棋家が家の格難ぞで名人を決めると思うか事実、留次郎さん。留次郎さんというのは双方の昔の名前ですね。留次郎さんは五条将棋で将棋三家の名だたる将棋差しを次々に下していきました。あの人は得意満面だったけど、どうなんでしょうね。 家元を破ったなんていうのは看板に泥を塗るようなものです。多くの弟子を抱える家元の顔を潰すことが何を出隊するのか、あの人には見通せなかったようです。あの人よく家でぼやいていました。クソ。ヘボな刺し手が認めて生きやがる。なんで俺が七段止まりなんだ。あいつには勝ち越しているどころか、黒星すらつけてないってのによと。で、ふはですね、言うんですね。 芸事の代が実力だけのものだとあの人は無邪気に信じていた。前だと金に物を言わせた、えー、大棚の旦那が免許改電を取るなどよくあります。現実だって、えー、金がないから大伝を教わることができなくて目録で稽古を終える人もいますいくら将軍に連なる五条将棋といったって、ただただ実力だけが物を言う場所ではないのでしょう。そもそも五条という場所自体がまかないと付き合い、家の格で出世が決まる場所なのですから。 将棋の爪だって同じと分かりそうなものなのにとそしてある時からあの人の口から名人という言葉が出なくなりましたちょうど大橋宗明とかいう人との対局で負けた直後のことでしたとつまり房はですねその芸事の段位というものは実力のみにあらずとそういう時代背景があったんだとこういうことの中でですね双方が将棋を指していたということをですね、えー、明らかにしていくんですねそしてこうも言うんですね あの人は単純なところでしか生きられない人だったんです。勝負の世界は単純明快、そこにはただ勝ち負けしかありません。将棋そのものは白黒はっきりしているのでしょうが、そこに人が関わると白と黒の間にいろんな色合いの灰が横たわるのです。銀ネズ、スネズミ、青ニビ、つるばみ、くにずみあの人は銀ネズと墨の違いを飲み込めはしても腑に落ちぬ。そんな難儀の中でもがいている人だったのでしょう。 あの人が酒に溺れていたのは灰色の区別をつけるのが面倒だからだったのでしょう。酒は人の感覚を鈍くします。そうすれば白と黒の間に横たわる灰色にも見なかったふりができる。あの人はあくまで白と黒しかないところに身を置きたかったのではないでしょうか。というふうに述べているんですね。 そして、第6の視点ということになって、第6の視点はですね、大橋宗金ですね、これは大橋宗慶12代の最後の将棋指しということで、1839年から1910年ですから、その明治期まで生きた将棋指しということになるんで,で、この人はですね、こんなことを言っています、剣も将棋も才がものを言う。剣は恵まれた体格、将棋は知力を必要とする点で違いが、どんなに努力しても超え抜くことのできる才がものを言うことには変わりがない。 絶え間ずる努力ででって定石を手指に刻むことはできるただ天の頂に至るには定石を積み重ねて関与なしその上でどんな定石にもない新たな一手を導き出さねばならぬそれは才のあるものの業なのだというふうに言ってるんですねでこの言葉から想起されるのはその大山やさる十五千名人の言葉なんですね その将棋騎士というのは天才業であると。つまり、大山やさる名人は、江戸とか、その、明治のですね、将棋差しがどういうものであったかというのをですね、おそらく自分で分かっていた、つまり血となり肉となり血肉化させていた騎士なんだろうと、まあいうふうに思うんですね。そしてこの荘金とですね、双方が戦った時に、双方はこんなことをですね、荘金に対して言うんですね。わしはこんなもん将棋と認めねえぞ。 将棋に厄介な浮世を持ち込むんじゃねえよ。つまり双方はですねその将棋の盤面においては厄介な浮世は関係がないつまり将棋の断りの中で将棋が駆動しているんだという意識をですね強く持っていたということなんですねでこれはですねその弟子の市川太郎マスと人に語った双方の,のセリフがですね辛い将棋は綺麗だが、 そこに人の座る場所がなくてな、というふうにですね、ぼやくんですね。つまり、その、将棋が座教としての意味合いが、実は非常に強かったと。それに対して、双方はですね、矛盾というか、憤りを感じていたと、まあ、いうこともですね、非常にこう、明らかになってくるんですね。 えー、そして最後にですね、その聞き手、結局その登場人物に対して誰がですね、えー、話を聞いていったのかというのが最後の章でですね、明らかになります。そういう意味ではこの作品はですね、えー、ミステリーの要素もですね、含まれていると、まあいうふうに言えるんだと思うんですけれども、その最後にですね、その倉庫のパトロンだった聞き手がですね、こんなこと言うんですね。結局のところ、佐渡さん。 これがなければ将棋はできないというふうにですねその将棋の本質をですね見抜いたセリフを、まあ、語らせているんですねはいということで双方の格言をまあ読み解いていきました、まあ、将棋の歴史それから天才とは将棋とはということでですねその天野双方のその天才としてのこうラディカルさラディカル性みたいなものをですねこの作品はですね、まあ、描いている。 でこのラディカルさというものは結局のところ現代の棋の士現代棋士の,その天才性であるとか将棋そのものが帯びているそのラディカルさあみたいなものがですね普遍的にあるんではないかとその要するに江戸時代から、えー、連綿と続くその将棋の連続性みたいなこともですね、まあ、感じ取ることができる作品とこういうことで非常に面白い作品だったというふうに言えるんだと思うんですよね。